極楽シャンプーといいます。今日はよろしくお願いします。8時間ぐらい即興の演奏をさせてもらいます。Thank you.
今日はですね、あ、すいません。今日はですね、投げ銭ライブなんです。前に箱が置い、箱というか、バスケットですね、置いてるんですけど、これにお気持ちをいただけたら幸いです。で、10月の12日か。10月12日には、松山で芸術祭が行われるんですけど、瀬戸内リトリートっていう安藤忠雄さんの建築の中で、芸術祭が行われるんですけど、ちょうどここと同じようなコンクリート造の建物の中でライブをします。もし興味があればこの投げ銭箱の中にチラシがあるので後で声かけてください。今日はありがとうございます。もう少しさせてもらいます。Thank you.
20分ぐらい自由なジャンプをさせてもらいます。誰も何が起こるかわからない。そうですね。
歌います。あ、まあ、終わりは決まってないんですけど、じゃあ、時間はあと8分ですね。わかりました。じゃあ最後の曲をやりたいと思います。